お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM ベースボールカードプレミアムグローディネオの開封動画です。2023年最初の、開封動画でございます。結構ねやりたかったんですけどね、ちょっとねお金の関係でねできなかったんですけどね、また順次再開したいと思いますのでよろしくお願いします。開けてみたいと思いますが、なんとですねこちらですね、一つねしかないんですよね。これね、しかもね見てください、これねこうしますけどね、なんとこれ箱にもねこれ限定なんですよ。2000枚限定のね、2000枚じゃない、2000箱のね限定なんですよね。これなんとかね、購入することができました。じゃあ早速ね開けていきたいと思います。これね貴重なね一袋なんでね、大事にやっていきたいと思います。ちなみに1パックカードね6枚入りとなっておりますのでね、じゃあいきたいと思います。まずですね、佐々木朗希投手でございます。こちらに、ね、全部ね CR カードが入っています。99分の、70となっております。で続きましてね、坂本勇人内野手読売ジャイアンツです。99分の、52となっております。で続きまして、浅村秀人内野手東北楽天ゴールデンイーグルス、90分の47でございます。これ青模様となっております。でもう一つですね、こちら荻野貴司外野手なんですけどね、外野手なんですけどね、これ結構貴重ですよ。でなんとこれ5分の1でございます。これ千葉ロッテマリーンズ荻野選手ファンにとってみたらね結構嬉しい1枚じゃないかと思っております。で次はですねこちらでございます。読売ジャイアンツ、背番号31ですね、これ赤星選手のねこれユニフォームカードでございます。で最後にね直筆サインカードでございますが、これ私撮ってみたらね嬉しいです。私実はファイターズファンなんですよね。こちらでございます。北海道日本ハムファイターズの万波選手の直筆サインカードでございます。これはね10分の4でございます。やったと思うぐらいね嬉しいね1枚でございます。はい、今回はね貴重な BBM ベースボールカードプレミアムグローディネオのね開封動画をやっていきました。でまたね1月中にもねあと1回だけねやっていきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。またねカップラーメン試食動画やね新しく始めたねレトルトカレーのね試食動画も順にやっていきますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。